サムラジクのことです、今日はですね、今久慈浜海岸に、ね来たんですけどね、まあ、あいにくの、雨になりましたんでね、こういう時はですね、まあ、海を見ながら、ね散歩できませんからね、海を見ながら、まあ、心を整えると、ね、いうことをまあやるんですけど、僕はね、うん、でその時に、まあ、読むような、ね本とこういうのはですね、まあ、こういった本をね読んだりします。これは中村天風先生のね、まあ、運命を、開くと、ね、いう本ですね、うん、出版社が講談社文庫と、ね、いう出版社ですね、こちらから出ている本です、これをね、まあ、今日は、読むことにしております、ね海でのね、ウォーキングというのがね、あくまでねこう自分のね心、これをまあ消極的にねなっちゃう部分がありますからね、どうしてもね人間ですからね、うん、まあそれをまあ積極的な部分にすると、ね、そういった意味合いがね非常に僕の中では強いものですからね、うん、これはまあ1日1時間ぐらいね時間を取って、必ずねやることですね、はい、で海にね、まあ、来れない日ももちろんありますけどね、うん、まあそういった時でもね、なるべく、にぎわりにね、うん、こういった本を読んで、こういった本を読んでですね、心を整えると、ね、いうことは、努めてね、もうやるようにしてますね、はい、でその中で、まあ、今日はね一つ、まあ、お話をしようかなと、ね、いうことでね、今動画をスタートしました、はい、何の話かというとですね、うん、まあ、これはちょっと僕なりの表現になっちゃいますけどね、うん、言葉ですね、言葉、うん、悪い言葉伝染します、ね例えば、まあ、辛いとかね、そういったマイナスの言葉ですよね、うん、それなんかはね、まあ、本人が言ってる分にはそれはいいんでしょうけどね、非常にまずいことは、まあ、それが他の人に伝染すると、ね、非常にまずいんですね、うん、だから、まあ、ここの部分はね、本当にこう気をつけながらね言葉っていうのは選ばなあかんと、ねいうのは、天風先生のね、まあ、本とか、まあ、辻秀一先生のね、ライフスキルの本とかね、そういったものをね、読んで、でまた、ワークショップとかで学びですね、それはもう重々僕はね認識したんですけどね、うん、だから僕のね、発する言葉、まあ、文章であったり発する言葉にはですね消極的な、つまりマイナスの言葉というのは一切申し込まないと、ね、いうことはもう決めてあるんですね、うん、まあ、ちょっと無意識で使っちゃってる時もあるかもわかりませんけどね、うん、でもなるべく自分が発する言葉、まあ、動画ではこうやって言葉を発しますよね、あったり、まあ、文章ですね、まあ、ブログ、ツイッター、フェイスブック、すべてそうですけどね、僕の投稿とかですねじーっと見ていただきますとねマイナスの言葉入ってないはずですね、うん、使ってませんから、でそれはね、まあ、使うことによってね、どういう結果が出てくるかっていうことはよく分かってるからなんですけどね、うん、だから僕は、どんな状況にねあろうがね、マイナスの言葉一切使わないと、ね、いうことはもう徹底してね、それはやってるようにしておりますね。でよーくねこう、まあ、この表現いいかどうか分かりませんけど、まあ、成功者の方をねじーっと見てみますとねマイナスの言葉使ってる人いないんですよね、うん、まあ、本人は思ってると思うんですよ、ね、いろんな状況ありますから人間ですからね、だから非常にいい状況もあれば悪い状況もあるでしょうけどね、うん、でもね、そういった状況一切関係なくですね発する言葉であったりね、書く文章であったり、そういったものにはですねもう一切マイナスの言葉をこう入れない、ね、まあ、正確に言うとね、語尾にマイナスを入れないっていうことなんですけどね、うん、例えばね、まあ、どっか痛いとまあ、もしくは仕事でねなんか嫌なことが起こったと、ねいうですね、そういった時に、ねまあ、例えば仕事でなんかわけわかんないクレーム受けたんだわっつって嫌だもうほんとムカついたわっつってねそこでストップ、ね、して、その後にね、あることないことをね、言い始める、ね、それがまずいんですよね、うん、だからムカついたわそれはもう心理状態ですからねそれはいいですよ、ね、ムカついたって言えばいいですね、しかしねそのムカついたっちゅう後にですね、あることないことをね、まだ怒ってもないようなあることないことね、そういったものをバン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 喋り出すと、ね、
要するに愚痴をどん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 言い出すと、ね、それがまずいんですよね、うん、要するに同情を求めてしまうと、ね、こういう私は俺はこういう辛いことが起こったんだからあんたも同情してねみたいなね言葉に出さずでもまあそういったものを求めてしまうと、ね、それがまずいんですね、うん、そうするとどん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 マイナスね、あることないこと、ね、どんどん不安がもう増長されて、ね、非常にこうその聞いてる人たちにも悪影響を与えてしまうと、ね、それがまずいんですね、うん、まあこれは天保先生もおっしゃってますしね、うん、だからね、まあ、必ず語尾はねマイナスで終わるんじゃなくてプラスで終わるように努めると、ね、そこが、ね、非常に大事なとこなんですね、うん、したかったですね、まあ、僕もね言葉と、ね、いうのは本当にねこう、うん、マイナスの言葉は一切も自分の辞書にはないと、ね、そういった勢いでですね、うん、やっていく使っていく、ね、それはね本当に気をつけてるところなんですけどね、うん、まあおかげさまでねここ1、2年ぐらいはね、まあ、天風先生であったり、辻修一先生であったりですね、まあ、そういった、メンタル面のね、勉強をしっかりとしてますからね、うん、まあ、だいぶ慣れてはきましてね、うん、まあ、どんな状況になろうがね、あんま関係なくね、発する言葉、ね、それはもう常にこうプラスをね、心がけると、ね、マイナス使っちゃってもいいんだけども、疲れたとか使っちゃってもいいんだけども、その語尾ですね、うん、それはプラスで終わると、ね、そういったまあ努力ですね。うん、まあ、それをしていく、それが非常に重要かなというのはね本当重々感じますね、うん、マイナスの言葉とかね消極的な言葉とかね使って解決するんだったらいいですけどね一向に解決しませんからねますます状況が悪化すると、ね、いうことですからね、うん、だからここはね本当に認識してやった方がいいと思うんですね、うん、まあ人によっていますよねこうとにかくこうね、マイナスの言葉ね、どん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 喋り出すと、ね、うん、でインフルエンザにかかった時はマスクするくせにね、うん、その菌がいかないようにマイナスの言葉の時マスクしませんから ね、うん、ね、でもマイナスの時こそマスクをしてほしいです ね、うん、ね、マイナスの言葉を発するってことはそれを聞いた人も全部マイナスになってきますからどんどんね心がね、うん、状況は一向に解決しないとね、ますます悪化するとね、うん、だからね、マイナスの言葉をこう発する人をね見かけたらですね、それはね、もう病原菌をね、要するに心をね悪化させると、心の状態を悪くするとね、いうことをですね、病原菌をこう撒いとる人なんやなっちゅうねぐらい思った方がいいでしょうね。うん、まあ僕はそう思ってます、実はね。だからマイナス言葉を、ね、発する人が来たらね、まあ、ここはもう努めてね、回避するようにしてますね、うん、映っちゃいますからね、うん、マイナス言葉っていうのはねどんどん伝染してね、うん、でどっちかっていうと、まあ、プラスとマイナスどっちが強いかさマイナスが強いんですよ、ね、うん、だからいくらね、こっちがプラスの言葉で対抗しようと思ってもねマイナスの向こうのパワーの方がブラックホールなんで強いんですよね、うん、だから吸収されちゃうんですねどんどんね、うん、プラスの方が負けます。だからね、僕は基本的にはね、こうマイナスの言葉を発する、ね、うん、ね、そういった場合はね、もう、マスクしてくれませんから、相手はね、うん、要するに自分はそれ悪いと思ってませんから、全然、ね、善人と思ってますからね、本人はね、うん、でも、マイナスの言葉を発してね、周りの雰囲気とかもマイナスにしていく、つまりどんよりと暗くしていくっていうこと自体が非常にね、こう悪人のね、作業、悪人の所業ですよね、うん、ということをやってるに、っていうのを本人は気づいてませんから全くね、うん、痛いの痛いって言って何が悪いんだみたいなね、悲しいの悲しいって言って何が悪いんだっつってね、うん、それは全然いいんです、ね、うん、それは感情を言葉に表現しただけですからね、ダメなのはその後にあることないことをね膨らましてね、うん、悲しいことをますます悲しくねするような、要するに愚痴とかね言い訳とかねそういったものをブワーッと膨らますっていうのがまずいわけですからね、うん、そこをねよく見極めてね、識別して、ね、言葉を識別してですね、うん、やっていかないとね、これは心を整えるってことはもうということに程遠いねことになっちゃうんですねどうしてもね、うん、はい、ちゅうことでね、今日は、そういったお話をね、してみました、ね、まあ、ぜひね、
ウイルスの時にはマスクするにもかかわらずね、マイナスの言葉の時にはみんなマスクしませんから、ね、うん、そこを気をつけてね、行かれると自分がねマイナスの言葉に伝染されると、ね、いうことは、まずなくなってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、プラスの、ね、言葉を発すると、ね、いうことを努めてみてください。はい、以上です。